ノールカップ。しかし今や本当にいささか荒れ模様である。荒々しい風が吹きまくり、激しい高波が宝根郷を時々尻から持ち上げて揺らす。おかしなことだ。甲板を横切ろうとして勢いよく踏み出すと、甲板が自発的に足のところまで盛り上がる。踏み下ろそうとするが、甲板はすっと後退して、薄暗がりで足元が見えず、空足を踏む時のようにまるで落下するような愚かしい感じがする。しかしいかなる動機にせよ、あやふやな地面を弱い足でよちよち歩きした人間は、そのことで一瞬落ち着いた気分になる。私は思うのだが、船酔いに対抗する一番良い手段はコニャックの一瓶である。それをもちろん地上でだが、飲み干した後で歩行訓練をしなければならない。それはそのうち甲板の上でも気分よくしていられるためのトレーニングになる。よろめき、巧みにバランスを取り、足の下に地面があるのが見えるだろう。頭はグラグラし、カピテイン、船長や綱や手すりにつかまって体を支えるが、精神はこの上なく陽気で、素敵で陽気であり、歌ったりわめいたりする。一方、禁酒せる魂は船室でうめき、死の時のために決められた祈りの文句をつぶやく。プロバートゥムエスト、それは証明せられたり。岸辺は暗く、丸裸で、原始の粘板岩でできている。情報は氷河時代を通じて磨かれ、机のように平らになっており、海に向かって黒く険しく落ち込んでいる。恐ろしく厳しい地域だが、それなりのスタイルとほとんど伝統的な大きさを持っている。どこまでも壁また壁、終わりなく裸の高台平地、断続的な険しい渓谷、ほの白い地衣類、カビ臭く低い裸の植物群、ぞっとするほど陰気である。宝根アダルステイン号が出し抜けに黒い岩壁にそのまま吸い込まれ始めたとしても、何の不思議も感じないほどだ。それは自殺である。カピテイン、船長は黒い上衣を開いたままで、ポケットに両手を入れて立ち、ただ一人で目を向き、ブリッジ、船橋の小さな黒いオフィサー、士官は歯の間でステディ、ステディ、そのまま、そのままと言っている。ステディ。ダリンにいる男は復唱し、青い目で黒い岩を見つめる。もはや10メートルしかない。その岩は悪くはない。だがその前に立ちはだかるのは、荒波の中から突き出す深い旋盤な黒い断崖である。ではどうする。ハルト・バグボルド、左へ急旋回。黒いオフィサー士官が言う。ハルト・バグボルド。ダリンにいる男は復唱し、ぐるりと回る。宝根アダルステイン号はかすれ声の汽笛を鳴らす。突然白い吹雪のようなものが岩の上を乱舞する。何千何万ものカモメが鳴きわめき、岩の周囲を飛び交う。そして初めて見るのは、それぞれの岩棚にまだ何羽も座っていることである。それはまるで電話局の屋根の上にある統制の絶縁体のように見える。船はもう一度汽笛を鳴らし、白いカモメの吹雪がすべて舞い上がり、黒い岩の周りを雪片のように巡る。これは、ここはそれゆえフューグルベリ、鳥の山なのだ。何を食べてあのかわいそうな鳥たちは生きてるの。同情深い声が背後から聞こえる。そうだね、何を食べてるか。多分魚を食べてだろう。恐ろしいことね。同情深い声がため息となる。かわいそうな魚たち。そして
どこまでも岩また岩、すべてが似たような姿で、すべてが同様に絶望的に裸で厳しい、あそこの最後の岩まで。ホーコン・アダルステイン号は長いこと吠え、垂直の黒い岩を目指してまっすぐに進む。またフューグルベリかね。ねえい、ノールカップですよ。かくて見よ、ノールカップだ。ヨーロッパはいささか突然に、まるで途中で切断されたかのように終わる。そしていささか悲しげでもある。本当にそれは黒い山の天辺のようだ。もし北からそこへ近づいたならこう言うだろう。神様、この悲しい大きな島は一体何なのでしょう。そう、それはこのように不思議な土地、心配事の土地ヨーロッパだと人々は言う。それは地上の楽園でありうるかもしれないのに、悪魔ぞ知る、どうもそうなることを望んでいない。そのためここには警告のために黒い岩の黒字板が置かれている。だがそこは実際には文字通りのヨーロッパ最北の地点ではない。その黒字板はクニフスキャエロッテン、つまりナイフという意味の名前を持つ低く伸びた断崖の上にある。そしてこの大陸の完全に最北の地点はあの遠くにあるノルヒヌであり、一方ノールカップは単にマーゲル島の終点に過ぎない。だがそれは同じことだ。ヨーロッパは自分でノールカップを最北の地点として選んだのだ。もはやそこが終点ならせめてそれに値するようにしようと考えている。ヨーロッパは常に何かをひけらかすことにいささか気を使ってきた。実際にそうであるよりも少なくともよりそれらしき終点にそのふりをさせている。ヨーロッパの果て、その北には白い海の向こうにまだメドベドの島とスバルバルがあるが、それはもう考えない。かくて見よ、最果ての地を。このように単純に厳しく、このように大きく悲哀感なき感嘆符で、我らが大陸はその歴史のすべてとともに終わりを告げる。このように太古の資源的な何か、ここの岩壁のようなもので終わる。やがてその岩壁の上にシェルとかフィフィーズ、石油やバナナ関係企業の広告名とか何とかの文字が書かれることを私は知っている。だが今のところここは清潔でおおらかで真面目で、この世界の始まりのようである。いや、とんでもない。ここはヨーロッパの終点ではない。ここはヨーロッパの始発点なのだ。ヨーロッパの終点はあの南の方の人々の間の、あのこの上なく忙しい場所だ。ゆっくりとゆっくりとホーコン・アダルステイン号は黒い岩を回遊し、ホルンビクの湾内に錨を下ろす。トロンヘイム以来の缶詰とは何かしら異なるように新鮮な魚を釣るのだ。そうしたければ長い長い糸を引くことができる。それはとても長いが、突然釣り糸が走り始め、何かがかかったと叫ばせる。すると船員が走っていき、ワニのように鋭い歯を持つ小豚ほどの大きさの銀色の魚を甲板に取り出す。または青くて斑点のあるウミマス、またはとても美しい赤い小魚だが、これは食用にならない。何も釣れなかった乗客はやや個人的に憤り、何も魚のいない悪い場所を与えられたのだと主張する。この魚釣りの際に、ついでながら人生の他の場合と同様に最も熱心に取り掛かるのは女性である。私は魚に同情深いある女性を知っているが、ホーコン・アダルステイン号の船上でとても熱くなって糸を引いていたので、こう言ってやった。
かわいそうな魚たち。その瞬間、その女性は引くのを止めたが、それから釣り糸をもっと深く投げ込んだ。私はオオカミウオを釣ってるだけよ、という。見てよ、あのスウェーデン女のグレータがどんな魚を釣ったか。夕方の訪れとともに、風も高波も静まったが、その代わりにホルンビクの上空には暗雲がたなびいた。我々は鋭く蛇行しながらノールカップへ向かって登る。山道の最初のカーブでマシニストは岩場に座り込み、それ以上進めなくなる。薄青い目を拭い、困ったように笑う。一方、ホーコン号の二人の足弱な老婆さえも上へ登っていく。さて、見たまえ、お年寄りのマシニストよ。20年間、あんたは汽船の機関室に入って、この辺りを往来していた。いつか実際にノールカップを見ようとして乗船していたのだ。そう、ノールカップにはあんたはもう行けないだろう。言いたくはないが、わずか300メートルの高さだ。が、なんと大変な仕事だ。頂上では嵐と黒雲が襲ってくるだろう。いや、雲ではなく氷の小さな粒、氷だ。そして今、この霧の中を突破して裸の石だらけの平地を歩くが、その端や縁は見えない。それなのに、フソーダ氏は真夜中の太陽を見ようと約束したではないか。しかしそれでも、ここ頂上では石の破片の間からアカシア族の低木が下を突き出し、山なでしこが花を咲かせ、苔雪の下がうずくまっている。その他にはただ両手いっぱいのカノコ草と綿すげ、湿って冷たい地面、ほの白い地衣類、そしてただ裸の石の破片だけ。世界の果て、それから霧の中に木造の小屋が現れ、その前にどうしようもない、だがそれはまさしくダンスフロアである。小屋の中ではアコーディオンが演奏されている。もちろんそれは恐ろしいことだ。だがそれだけでなく、ここには船に積まれていたアメリカ人すべてがいる。連中は実際に何を望んでいるのか。ヨーロッパの終点、それは我々の関心事だ。連中にはアメリカの終点を見に行かせればよい。もし何かそんなものがあるのなら、もしなければ自分たちで勝手に作ればよいのだ。黒雲は次から次へと続いてくる。近くで見ると醜いぐっしょり濡れた霧のボロくずだ。五歩先も見えない。小屋の羽板に体を押し付け、寒さのためにやたらに体を震わす。突然霧が少し途切れて、足の下300メートルのところにオパール色に輝く海面が見え光る。遥か下の方に太陽が輝く。それから再びすべてが黒雲の塊に包まれる。それは絶望的だ。ただ北の方が黄色に燃え始めて輝き、たなびく黒雲の線は黄金に燃えて、再び何物もなくなる。ただ新しい氷の小粒が降ってきて顔を叩く。そう、それなりの美しさだ。旅人は独り言を言う。言葉が停止せぬように、暗く濡れて冷たいが、実際にこれが北なのだ。そして西では空が緑の冷たい天蓋を開く。黒雲が破れ、突然そこから恐ろしい光が降り注ぎ、巨大な虹の泡のように広がり、真珠色の海にかかる峻険な山の影を露出させ、断崖また断崖が重い赤銅色に燃え始める。すでに事態はそこまで来ている。あっという間に果てしなき黄金の空が水平線にまで広がり、北の方の全く低い場所に海の線そのものの上に赤い
熱したドリルのように天空を突き刺して、不思議なちっぽけな赤い太陽が昇る。とても小さいので驚くほどだ。かわいそうに、これじゃお前もただの星だ。細い炎と燃える太陽の刃が黄金の海の鏡を切る。これじゃただ完全に水平線上に、完全に果てなき北に、鋭く緑を帯びた氷のように白い線が輝く。ここでは旅人が太陽を直接まともに見ても瞬くことさえない。お前は真夜中の太陽なのだ。炎の剣の束に埋め込まれた暗赤色の宝石よ。常にお前は太陽なのだ。お前、小さな赤い星よ。いつかお前は落下するだろう。何百万年も後には、年老いて冷えて縮まり出すことを私は知っている。それでも山なでしこは鼻を開き、ちっぽけな白い庭柳はその小さな土を振り上げるだろう。しかしその後我々はどうなるか私は知らない。人間にとって残念だとお前は考えるかい？我々がヨーロッパの終点に立っているのは真実だ。それが直ちに世界の終わりだと誰が考えるだろう。大柄な操舵手も近づいてきて、太い腕で真夜中の太陽を指し示す。私はあんたたちに約束したろう。でもあんたたちは嘘を言ってると思ってたな。これがそうだよ。そう、これがそうだ。我々は真夜中の太陽を見た。これで家に帰れる。終わりと始まりを共に目にしたが、炎と燃える刃がまっすぐに厳しく天使の剣のように我々に迫った。決して決して天国の門は開かれないだろう。君、さあどうすべきか。天空は金色と灰色の幕に覆われ、強風は辺りを震わせ、世界は霧に閉ざされ、氷はアダムの末裔の寒さにこわばる顔に打ちかかる。子供たちよ、子供たちよ、さあ帰ることにしよう。